おはようございます、スネドラです。今日は移動距離が短い上に参拝するお寺も一つだけなので時間が少し余裕があるんですよね。なので朝一でこの間観光することができなかった高知城に行ってみようと思います。去年の4月に高知城に来た時には、時間がほとんどなかったのでこの立派な大手門をくぐったところでタイムオーバーになってしまいました。天守閣と大手門が揃って現存するお城っていうのは弘前城と丸亀城とこの高知城の、3つのお城しかないんだそうです。立派なもんですね。初代土佐藩主の山内和豊といえば、なんといっても、奥様のお千代さんが有名です。まだ身分が低い頃に無理して買った馬が織田信長の目に留まって、それがきっかけで出世していく様子はいろんなドラマで見ることができます。天守までは思ったよりも標高差がないので、そんなに大変な思いもせず到着することができました。一人420円ですね。せっかくだから中に入ってみましょう。本丸のすべての建物が完全な形で残ってるのは高知城だけで、大変貴重なんだそうです。天守の中も撮影は OK のようですね。ラッキーです。では早速入ってみましょう。山内和豊と千代といえば、2006年の大河ドラマ、光明月次がありましたね。仲間由紀恵が千代役でね、毎週欠かさず見てました。あれからもう16年も経つんですね。月日が経つのはあっという間です。今日はとても天気が良くて、襖も全開放されてるので、なんかなんて言うんだろう、天守閣にいるというよりもどこかのお屋敷にいるような印象です。綺麗なお庭ですよね。いや、開放感たっぷりで素晴らしいです。天守閣登るとだいたい途中にこの全国のお城の写真貼ってありますよね。ここのお城行ったとか行ってないとかね、よく話します。落書き、喫煙、飲食はいいんですけど、昼寝も禁じてるんですね。まあ当たり前でしょうけど、昼寝する人がいるっていうことなんでしょうか。天守から見る北側の風景です。街並みは築城当時と全く違うにしても、山々の風景とかは当時とほとんど同じだと思うんですよね。築城当時は大阪の陣の前なので、どんな気持ちでここから景色を眺めてたのか想像するだけでドキドキしてきます。土佐といえば山内家よりも長宗我部家が有名ですよね。長宗我部家といえば、なんといっても長宗我部元親さん。信長の野望っていうゲームでも元親がすごい強くて、四国の隅から全国制覇をするっていうシナリオでよくやってました。高知城もゆっくり観光できたので、そろそろ、別格霊場5番の大善寺に向かいます。途中で以前泊まったビジネスイン土佐っていうホテルの前通ったんですが、潰れたはずの1階の居酒屋さんの看板がまだあります。あれ、もしかしてリニューアルして再オープンしたんですかね。お遍路さん御用達の居酒屋なので、復活してくれたんなら、これはとっても嬉しいことです。ナビのルートを外れて歩き遍路道の方に入ってみます。そういえばこの辺りで鼻から生温かい空気が入ってきて、あれ、これがお大師さんなのかなって思ったところですね。あれは何だったんでしょうか。塚地峠の、登山口が見えてきました。あそこの休憩所で休んでる時に妻がピアス落としちゃって、すごく探したんですよね。結局見つかりませんでしたけど、塚地峠もなかなか厳しい峠でした。この日も昼飯食えなくて困ってたんですが、ちょうどいいところにこのファミマがあってね、ここのイートインで食べました。誰かのブログにここで旅チャンネルの高山さんも昼飯食べてたことが書いてあって、距離的にこの辺で昼飯を食べる歩きお遍路さんが多いんでしょうね。せっかくここまで来たので、宇佐大橋を渡って山陽荘を通って横波スカイラインで須崎の方に向かおうと思います。気持ちのいい橋ですね。前回通った時も今日みたいに天気が良くてとっても気持ちよかった記憶があります。
橋を渡り切ったところの猪尻、ここを右に入って伊尻峠を当時越えました。あの峠もきつかったですね。この辺りを歩いた日は結局3回山登りしたような感じで、昇龍寺に着いた時にはもうヘトヘトでした。山陽荘が見えてきました。とってもいいお宿だったんですが、ここの思い出としては何といっても巡行船に乗るための、送迎車が来なかった事件ですね。あれには本当に肝が冷えました。横波スカイラインに入りました。2度目の歩き遍路があるんならこっちを歩いてみたいので、まあ今日は下見がてら、車で走ってみようと思います。途中に休憩所というか展望台があったので寄ってみました。カタビラ崎っていうみたいですね。看板は劣化しててもうあまり読むことができません。素晴らしい景色ですね。これは綺麗です。遍路旅してるとこういう素晴らしい景色にたくさん出会えるのも魅力の一つですよね。そろそろ大善寺に到着です。このお寺は歩き遍路道のすぐそばにあるので簡単に寄れたはずなのに、当時なんで寄ろうと思わなかったのか自分でも不思議です。別格霊場5番大善寺です。大善寺はすぐそこに大師堂があって、本堂は少し登った山の上、農協所は裏の建物の中にあるようです。上に見えるあれが本堂なのかなと思ったら鐘楼堂でした。しかも近所迷惑になるのかついちゃいけないみたいです。まずは本堂を参拝します。標高は全然高くないんですが、海のすぐそばにあるので景色がとってもいいんですよね。昔は大師堂のすぐそこまでが海だったようで、今この家が建ってるあたりが全部海だったんですね。海の際にあるお寺だったみたいです。それでは大師堂を参拝して裏にある農協所で農協員をいただきます。今日の参拝はこの5番の大善寺で終了です。前回観光する予定だったのにスケジュールがずれて結局断念した四万十川の沈下橋、今日はそこを観光しに行ってみようと思います。焼坂峠の分岐が出てきました。ここ右に入ってしばらく行ったところからなんですよね。道がね悪くてなかなかハードな峠道でした。七子峠まであと6キロ。あの日は大雨の中ここを歩いてて、もうひたすらこの距離の看板だけ見て歩いてました。懐かしいです。この右側の休憩スペースには以前歩いた時にあのすごく苦しそうに鳴く鶏たちがいたところですね。あれまた聞きたくて寄ってみたんですが、鶏はいませんでした。朝だけいるんでしょうか。あの日は天気が悪くて景色が全く分かりませんでしたが、なかなか気持ちのいい道です。やっと七子峠に到着です。まあやっとって言っても車だとあっという間ですけどね。ここの遍路さん休憩所がまだ朝早くて閉まってて、横のこのスタンドの屋根の下で休憩をした記憶があります。あの時寒くてびしょびしょでとってもひもじい気持ちでした。その後この右側に見える、うどん屋さんの中村屋さんで、びっしょびしょで入ってね、嫌な顔もせずタオル貸してくれたりして素晴らしいお店でした。そろそろ昼時なので昼食を取ろうと思います。今日のねランチはもうお店決めてて、ここのあのレストランコスモスさんでいただきます。前回は休憩しに入っただけなんですが、メニューがすごい豊富で美味しそうだったので、今日初めて料理の方をいただいてみようと思います。メニューが多い上にバリエーションも豊富なのでどれを食べるか、悩みます。結局チキンステーキとオムライスいただいたんですが、どっちもなかなか美味しくて、ま、金額も安めだしここのレストランはおすすめかもしれません。美味しいものもいただけたので午後も頑張って走ることにします。お大師さんが2人見えてきました。ここを左に曲がると一ノ瀬遍路道ですね。雨の中の山下りはとても大変でした。しばらく山下りをして元の道に戻ってきたら、すぐに出てくるのがお遍路さんの接待所です。
ここのおじさんがとてもいい人で飲み物ご接待いただいたり、いろんなお話を伺うことができました。どうもありがとうございます。今日は時間に若干余裕があるので、少し遠回りになりますが、歩き遍路道の方をたどっていこうと思います。ここを左に曲がって海南駅の方に向かいます。この先道が確か細かったので、車で走れるかちょっと心配ですが、ダメだったら戻ってきましょう。土佐黒潮鉄道の横をしばらく走ったりしながら、再び国道56号に戻ってきます。道の駅名村土佐佐賀に着きました。ここのカツオのたたきも美味しかったですけど、ここの思い出としては傘が壊れちゃって、この先の雨の中歩くのがとっても大変だったんですよね。で、仕方なく予定より早いところですが、ここの土佐白浜駅で終わりにしたんですよね。ただ駅がなかなか見つからなくてね、焦った覚えがあります。ホテル海坊主さんが見えてきました。ここもなかなかいいお宿でした。この辺は宿が少ないので、泊まるところかなり悩みますが、おすすめのホテルの一つです。左に見える土佐湾がとんでもなく綺麗です。ちょうどいいところに遍路休憩小屋もあって、多分歩き用遍路さんってみんなここで一回休むんじゃないでしょうかね。道の駅ビオス大型に到着です。今日はトイレだけ貸してもらって、中には入らず、もうこのまま行っちゃおうと思います。時間は少し多めにかかっちゃうんですが、ついつい歩き遍路で通った道の方を進んでしまいます。ここなんかサーキットみたいな道ですよね。いやー、気持ちいいです。あの時はまだ4月でしたが、ここでセミがすごい鳴いてて、まるで初夏のような雰囲気でした。カツオ人間が見えてきました。当時カツオ人間っていうキャラクターは全く知らなかったんですが、10年以上も前からあるまあまあ有名なキャラクターだったんですね。予定よりも若干時間は押してますが、このまま沈下橋の方に向かおうと思います。四万十川の沈下橋はいくつもあるんですが、その中でも特に有名な3つを今回行ってみようと思います。まずは勝間沈下橋ですね。ここは釣りバカ日誌14の撮影現場としてとても有名な沈下橋なんだそうです。おー、見えてきました。なかなか細い橋です。ここを車で走るんですね。すれ違う時ってどうするんだろう。まあ両側で注意してから渡るんでしょうけどね。最近雨が降ってないのか、川の水量がとても少ないです。今は観光シーズンでもないし、今日は平日なので、車通りもありませんが、車がまあまあ走ってたらちょっと怖いですね。次はさらに上流に登って岩間沈下橋に向かいます。この辺りから道が細かったりする場所が増えてくるので、走るのもなかなか大変です。ここの岩間沈下橋っていうのはよく撮影で使われる沈下橋らしくて、私はパッと思いつかないんですが、ポスターだとかドラマだとかにたびたび登場するんだそうです。いや、細いですね。これ車で走るとなかなか怖いです。はい、行ってこいで今これ戻りなんですけど、これもし対向車が来たらジエンドですね。生活道路なので平日とはいえ、もちろん車通りはあります。毎日ここを走る地元の人はたくましいですね。平成29年に老朽化で突然沈下したことがあるんだそうです。これ渡る前に読まなくてよかったですね。淡々と書いてあるところがまた一層怖さを引き立てます。最後は四万十川の沈下橋で最も有名な佐田沈下橋に行っています。四万十川の最下流にあって最長の橋なんだそうです。道幅はさっきの岩間よりも若干広い気もしますが、ここにカップルが座っててね、慣れてない道なんでとても怖いですよね。落ちないようにゆっくり走ります。はい、これが戻りですね。ちょっと太くなってるところがあって、きっとここですれ違うんだと思うんですが、
とってもじゃないけど私には無理です。観光シーズンにはとってもたくさんの観光客で賑わうようなんですが、今日は人がほとんどいなくてゆっくり見ることができました。予定よりも1時間ぐらい遅くなっちゃいましたが、今から今晩泊まる、四万十の宿に向かいます。ここのお宿は、渡し船ルートの歩き遍路者には都合のいい場所だと思いますが、通常ルートで歩く人はちょっと使いづらい場所かもしれません。温泉に宿泊施設がくっついてる、簡素なタイプのお宿だと思ってたんですが、思ったよりも本格的です。こっちが宿泊棟がある方なんですが、なかなか風情があって、これで1泊2食付きで1人税込み1万円だったらなかなか安いかもしれません。今日のお部屋は、202の光っていうお部屋ですね。洋室です。部屋もまあまあ広いし、設備も整ってます。いや、なかなかいいですね。ミネラルウォーターも2本無料で置いてあります。ただ館内に洗濯機がないみたいなんですよ。3分ぐらい歩いたところにあるよとは書いてあるんですが、洗濯機がないのは遍路で使うにはちょっと使いづらい可能性があります。まあここに泊まる人はお遍路さんの場合は車遍路の人が圧倒的に多そうな雰囲気なので、それであればまあ特に問題にはならないんですかね。この後ご紹介しますが、結論からすると食事もすごく豪華で、このお部屋にあの食事、あと温泉がついてるっていうのを考えると、コストパフォーマンスはピカイチかもしれません。ベランダもとても広いので、早朝なんかに、小鳥のさえずりなんかを聞きながらね、のんびり過ごすのもいいんでしょうが、今回私たちはお部屋お任せでお願いしてるので、景色はいまいちですね。バスルームは至って普通ですが、広さはまあまあありますね。そんなに狭い印象はありません。アメニティとかも一通りきちんとしたものが揃ってます。まあ温泉施設がついてるのでお風呂は使わないでしょうけどね。はい、ここが温泉の四万十癒しの湯です。中は取ることができなかったんですが、なかなかいい温泉でした。夕食です。夕食は、食事付きのプランをお願いしてなくてもアラカルトで普通に注文できるようです。思ったよりもきちんとしたレストランですね。クレジットカードも使えるようです。食事がなんとこれなんですよ。お肉に天ぷら、カツオのたたきにうなぎまでいます。これでね、標準の料理なんですよね。しかもね、まあまあ美味しくて大満足でした。おはようございます。今日は足摺岬を回って道後温泉まで行かないといけないので早起きしました。朝食なんですが、夕食にあれだけコストかけたらさすがに質素な朝食なんだろうと思ったんですが、思ったよりも立派な食事でした。とっても美味しくてね、このお宿大満足です。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回は出石寺を参拝してから前回泊まれなかった道後温泉に向かいます。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。